店長時給上げてくださいダメだ言えない店長時給上げてくださいリップさん働く人のために時給アップをお願いしていますありがとうたくさんあるバイトルすご時給を上げようバイトルアプリリップ時給アップしましたおめでとうございます時給が上がったポイントはリップさんが働きかけてくれたおかげです B.I.P 頑張りますたくさんあるバイトルすご時給を上げよう カフェの店員さんのパターンがあったんですけどそっちの衣装がすごい可愛らしくて好きだったのとまたこのユニフォーム一度前回も着たのでまた着れるんだなっていうのがちょっと嬉しかったのでそこが見どころですあのついさっき控え室であのおやつたくさん置いてあってその中になんか多分おみくじ的なのが入ったおやつがあって。 それをメンバーと一緒に開けたら大吉が出てきました。<laughs> 嬉しかったです。えっ、ー、と秋元と山下は2人とも共通して私のことすごいいじってくる。まあ、秋元は同期だし、こういじり合う仲なんですけど、山下はまあ一応後輩なんでまあ、ちょっとその辺は先輩だぞ。っていうのはちょっと分かっていただきたいですね。 秋元 <laughs> <laughs> さん,なんかお願いいしたいことがある同期ならでは、えー、秋元はそうだななんかその最近やっぱり1期生がだん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 少なくなっていて結構こうどんどん仲良くなってるんですよその今いるメンバーがで。それは全然すごくいいことだし私も楽しくお仕事してるんですけど秋元に関してはちょっとだるがらみが増えてきたり。 なんかベタベタタししてててくるのはちょっっとやめてほいいいなっていうお願いです2022年は、まあ、乃木坂全体で言えばあの大きい日産スタジアムでのライブを控えているので、まあ、まずはそれが成功することが一番ですしそれでこう後輩メンバーたちがこうちゃんと私たちすごいんだぞっていう実感を持って。 もららえたた嬉しいなと思い,ますいいいい、ね、ななとと思ますすすはか私雪がででるるど降ってけ今いろいろ難しい世の中ではありますけど私自身2021年の1年間 こうなんか自分が頑張ったことを何かちゃんと誰かが見てくれてたなっていう実感がすごいあったので皆さんの頑張りも多分見てくれている人がいると思いますので引き続きこれからも頑張ってください応援してます。